ザ・アルフィーディスコグラフィー、メリーアンメリーアンは1983年6月21日に発売されたアルフィー16枚目のシングル。初回版はスリーブジャケットで発売された。生産枚数は極小。裏ジャケットは表ジャケットロゴ部分が赤に対して緑である。高見沢は表ジャケットと同じ場所に立っているが坂崎と桜井が 高見沢より少し前に出て、坂崎は向かって、左に、桜井は右に行こうとしている、ようの手ぶれした写真が載っている。本作から1985年の、キリノソフィアまで、シングル表題曲の共同作詞に、高橋健を迎えて制作された。もともとは、アルバム、アルフィ、エスローの収録曲として制作していたが、シングル曲として先行発売され、 シングルレコード用に感想などを短くしたシングルバージョンが制作された。その後発表されたアルバムバージョンがオリジナルのサイズでギターソロ、構想などは別テイクが収録されている。また、アルバム、アルフィー、エスロー発売前にベスト版、アルフィエイメンコレクションに先行収録された。高見沢は、 著書の中で我が青春のマリアンヌのヒロインをイメージして書いたと記している。歌詞が出来上がっていない時の仮タイトルはベルリンの炉であった。後にテレビ番組等のインタビューで高見沢直筆の当時の楽譜がメンバー間で炉が下に見えたと逸話が語られた。ライブでは大合唱になる楽曲。メンバーもステージにて使用していたツアーグッズでもあるリストバンドに ラジカル、ティーンエージャーと採用されたことがある。アルフィーがザベスト10初出演時にコンサートを行った大阪城音楽堂当初はオリコントップ10圏外であったが徐々に人気が上昇し初めてオリコントップ10入りを果たす。アルフィーで一番のロングセラー作品。ザベスト10にもアルフィーとして1983年8月11日に今週のスポットライトで 初出演を果たし、その後10位以内に初ランクインする。9月8日に同番組で本作を生披露するが、衛星中継だったために、音声と映像が合わないハプニングが発生した。同年年末には、本作で第34回 NHK 紅白歌合戦に初出場。本作がヒットしたことで NHK 紅白歌合戦に初出場したとよく言われるが、 実際には、非公式に、雪きさおの伴奏を依頼され参加したことがあった。しかし、この時はカメラに映る位置に立たなかったため、メンバーの顔が映らなかった。そのため、正式な出場が決まった際に、今度は、顔が映るんでしょうか。と言ったという。白組司会の鈴木健治アナウンサーは、メンバーの紹介の時、次のように紹介した。全作曲。 高見沢敏彦メリーアンラジカル、ティーンウェイジャー本作発売から1年後の1984年には、香港でアランタムが、歩風的監視というタイトルでカバーしている。1995年9月27日に、カッティングエッジより発売された、ザ・アルフィ・ーミーツ・ダンスに、英語バージョンで収録されている。タイトルは、メアリー・アン。 2004年12月31日から2005年1月1日にかけ行われたサーティースアニバーサリーカウントダウン d 2 0 0 5タイムタイドのパンフレットの表紙には1983年のオリジナルのジャケット画像をモチーフにして新たに撮影し直した画像が採用された2006年 NHK 教育テレビの金曜書き込み TV の企画にて高見沢が引く ワンコソバギターが制作され、同年の春ツアーの NHK ホールのライブでは、メディーワンとして一部文化詞を変更して演奏された。2007年、高見沢とも、信仰の深いアンちゃんによりカバーされた。2011年、サントリーのボス、ゼロの頂点 8cm 特典 CD に採用され、レコードジャケットがミニサイズで復刻された。2015年、 春のコンサートツアーグッズで焼きまんじゅう、メリーアンが販売された。音楽ユニットリーンのボーカル、三谷智代は同年5月30日の NHK ホール公演時に購入した際、リアンつながりで勝手に共演の図とツイッターで紹介している。2019年春のコンサートツアーグッズにて上記同様4年ぶりに焼きまんじゅう、メリーアンが再販売された。 ラジカルティーンエージャー仕様のリストバンドは1984年、1996年、春、2014年春、2019年春のコンサートツアーグッズに採用された。ありがとうございます。